さにメタボリズムのパイオニア黒川紀章さん、彼が世界を衝撃させたものとは。せーの、建築情報局。愛知県出身で建築運動であるメタボリズムをリードした黒川さん、代表作には中銀カプセルタワービュー、国立新美術館、広島市現代美術館などがあります。黒川さんは大学卒業後東京大学大学院へと進み、世界の丹下と名高い丹下健三さんが開設した丹下研究室にて指導を受けました。また在学中に自身の会社である株式会社黒川紀章建築都市設計事務所を設立しました。1960年、黒川さんが26歳の時に浅田隆さん、山木文彦さんらと共に理論運動であるメタボリズムを結成し、世界に衝撃を走らせました。これは簡単に説明すると、建築や都市は生物同様代謝メタボリズムを繰り返し成長するという考え方です。この理論に基づいて建てられたものに中銀カプセルタワービルがあります。つい最近、残念ながら取り壊され、ニュースにもなったことから知っている方も多いのではないでしょうか。結果、建築界に生態系的建築という新たな風を吹かせた黒川紀章さんは、